ハズワ族は、タンザニア中北部の先住民族であり、第一交代中央部のエアシコ周辺と隣接するセレンゲティ平原に住んでいる。2015年の時点で、タンザニアには1200人から1300人のハズワ族が住んでいるが、伝統的な採食方法だけで生き残っているのは、約400人のみである。観光客の増大と牧畜民の侵入は、伝統的生活様式の継続に、 深刻な脅威をもたらしている。バントゥー族の拡散前からタンザニアに占住していた、狩猟最終民の子孫であり、おそらく数千年の間現在の分布域に住み、100年前まで基本的な生活様式にほとんど変化はなかったと考えられる。ハズア語は、クリック音があるためかつては、イサ産語族にくくられてきたが、実際には他の言語とは、 系統関係がない孤立した言語と考えられている。はずア語は危機に瀕する言語とはされていない。ユネスコは、ほとんどの子供が、はずア語を決意でいるのため、危機に瀕するではなく、脆弱としているが、使用は生活の特定の領域、例えば家庭に制限されている。はずア語は、はずあ族の一部であるかを区別する、最も重要な要素とみなされているが、最近では、 ハズア族の多くがタンザニアの公用語であるスワヒリ語を第二言語として学んでいる。遺伝的にハズア族は他の民族集団と密接な関係はない。かつて言語的にコイさん語族としてくくられていた他のコイさん人とも特に密接に関連しているようには見えない。ハズア族は遺伝子検査からは内労ト諸語特殊語を話す集団とのわずかな 混合が過去数千年で起こった一方で、バントゥー族との間でかなりの混合が起こったことも示唆された。Y 戦色体はハプログループ B に M112 が高頻度である。ありがとうございます。